アルピーヌ A108 はフランスの自動車メーカーであるアルピーヌが製造した自動車アルピーヌ A108 ベルリネットアルピーヌ A108 キャブリオレ A106 の成功により自動車メーカーとしての力を蓄えたアルピーヌは1959年のパリサロンで A106 の直径にあたる新しいスポーツカーを発表した A108 と名付けられたその車はそれまで道理 ルノーの大衆車から、エンジン、トランスミッション、サスペンションを流用する手法をとり、A106 世代の 4CV に代わり、ルノーの新型車であるドーフィンをベースとした。それまでの命名ルールからすると、タイプ R1090 の上3桁を取り、109となるはずであったが、なぜか108となっている。4CV は、シャーシタンでの走行も可能な、プラットフォーム型フレームであったため、 車体の設計は比較的容易であったが、ドーフィンはモノコック構造へ変更されていたため、そのままでは小型、軽量なスポーツカーのベースとしては使いづらいものであった。そのため、アルピーヌは新たなシャーシを開発する必要に迫られ、車体中心線の床下に配した体型の丸交換をメインビームとするバックボーンフレームを採用した。このフレーム形式は、 アルピーヌブランド最後のスポーツカーとなった a 六百十まで連綿と受け継がれることになるが、そのきっかけが A108 であった。エンジンは、同品用の水冷直列四気筒をオフ、ボアハイ五十八ミリメートルストローク八十ミリメートルで八百四十五 c c エンジンをベースとし、ボアをファイ六十ミリメートルに拡大し、圧縮比を九点0に上げて、元の倍の出力六十 h p 6200rpm とした 904cc エンジンが搭載された。軽量な車体に対して十分なパフォーマンスを発揮し、ファイナルが4.14の場合の最高速は168、時速 170km とされる。1960年に 747cc で 27hp 版と 48hp 版、845cc の 31hp 版と40。 HP 版がカタログに掲載された。トランスミッションは全身4段。A108 は当初クーペのミッデミリアとオープンカーのキャブリオレの2種類のボディでリリースされ、1960年からキャブリオレに固定ボディを乗せたベルリネットが追加され、1963年まで生産された。1961年のツールド、フランスオートモービルとツールドコルスで、 ワークス車両がクラス優勝に輝き、この仕様は1962年からツールドフランスの名称で市販された。その優れた資質の片鱗を見せた A108 は、スタイル、メカニズムともに、その後名車の評価を欲しいままにすることになる A110 の基礎となった。ありがとうございます。